はい、こんにちは、隊長です。オリジナルクラブ監督キャリア、前回の続きからやっていきたいと思います。ということで、前回はですね、チャンピオンシップ開幕戦ブライトンとやって3対1開幕戦敗れました。完璧なスタートダッシュを切れなかったということで、まあ2部は結構レベル高いんでね、ちゃんとしたスタートを切りたかったんですけど、前回2人補強しましたね。まず1人、ベルナルド・ローサ、フリーで獲得ですね。そして大物ジョナサン・レコ、ルイスの後任者ですね。で、今中盤にトミー・ドイル、レンタルオファーを送ってるんですが、クラブ間では強引達したから、あとは個人間だね。トミー・ドイル自身がうちに来るかどうか。ただこれ買取オプション付きにしちゃってるんだよね。買取オプションでもし執行する場合は約400万ユーロ払わないとトミー・ドイル完全獲得できないんで、400万はさすがにないです。まあ、とりあえず、まあ、1年間はトミー・ドイルめっちゃ使う。そしてユーススタッフ、新たな任務を与えました。タイプフィジカル、国籍クロアチア、期間は6ヶ月。まあ、国籍はね、まあ、ちょっと適当にクロアチアって選んだんですけど、今回はフィジカルタイプを探してこいということで、まあ、ユースからの補強は積極的にしたいんですけど、まあ、背番号バグっていうのもあって、まあ、そこは慎重に見つけなきゃいけないんだけど、まあ、一応獲得する基準としては、市場価値だね。市場価値50万以上の選手だったらおって思うかな。それより下は正直微妙ですね。うん、今いる4人はだいたい10万前後だから、まあ、大した選手じゃなさそうですね。というわけで残す遺跡予算は180万ユーロ。もう結構使い込んでるわ。それではチャンピオンシップ第2節、シェフィールドウェンズデイかな、やっていきたいと思います。ということで、先発メンバー、ゴールキーパーはソコセロで、フォーバック、ブラックバーン、カーギル、カランバイ、エボセレ、アンカーにワット、前にオラインカとギルモア、トップ下はロードで、ツートップはハンターとダンのコンビです。いや、この2人順調に成長してってるわ。そして総合値70台がね、3人に増えたね。ソコセロ・ワット・ギルモア、いいね。ということで、新スタジアムです。隊長バグランツの、うわ、ライン黒すげえ見やすいけど、見やすいからいいか。まあ、なかなかないスタジアムだからね、ライン黒は。2連敗は避けたいです、リーグ戦。さあ、ロード、ロードから逆サイド、ブラックバン、いいよ、いいんじゃない？惜しい！いい攻めだった。そしてロード！早い。早いぞ。ナイス、エボセレ。エボセレ。エボセレ、ナイス。マジか、マジか、マジか。そっち通るか。まずい！危ねえ、そこすらナイス。いけ！ハンター！ハンター！あー、潰される。いやー、ナイス、来たぞ来たぞ。ハンター、オラインか、オラインか、惜しい、キーパー触るか。コーナーキック、もう一度ダーン、いやー、ダン、あー、押し込め、足クロス来て、やばい、危ない、ナイス、そこゼロ。前半終了間際、前半終了間際、ここ一番危険。いやー、そこ普段負けないんだけどな。いや、ここ普段勝つんですけど、なんか2部になってから勝てなくなってきたか。うわ、嫌な時間帯で取られた。メンバーは変えずに行きましょう。これシーズン前半マジで大変だな。勝ち方が分かんないもん。まず2部での勝ち方を早く見つけないと。来た、ロード、うわ、キーパーがうまい。キーパーレベルが違うって。あれは入ってた、3部だったら。ハンターからこれオースティンダン、スピード、スピード、フィジカルで勝てない。来た、つながった、ようやくつながった。ダン、外側、来た。いや、もう待って待って待って、絶対おかしいこれ。なんで止めんのそれ。やべえな、あいつ、あのキーパー。
メンバー交代しよう。ギルモア下げます。でローサ入れます。でハンター下げよう。レゴ3人一気に変えて、ダーンも下げて、コルベーヌ点取りに行きます。いやーマジで3点ぐらい入ってるって、ついてない。 OK ローサワット、曲がんない。よし後半レコ入れたからな、レベルの違い見せてやるぜ。レコあれダメだ、あんまりレコに意識しすぎると良くないんだが、決める。レコナイス、移籍後初ゴールです。いいね、フーゲワーフの役割もできそうだね。よしこのまま逆転よ。あー試合終了。まあ同点に追いついてなんとか勝ち点1を獲得したって感じですね。勝ちたかったけど、まあ、そう簡単には勝てないですね、2部の世界は。まあ、この試合で唯一分かったことは、相手のキーパーがやべえっていうのと後半レコ出した方が勝つ確率は上がる。いや違うな、点取る確率が上がるね。やっぱり多分この試合通しての予想ゴール数こっちの方が上じゃない？ほら 4.7 よ、相手 0.9 だからね。こっち5点取ってもおかしくなかったから。いやこれもったいないな、勝てた試合だわこれ。早速レコが決めてくれましたね。もう探し求めていた選手です。この選手の獲得によって間違いなくルイスがね出番なくなるな。まあでもレコとルイス両方使うっていうのもありかもね。お PSV から移籍オファー、なんかトレードだね。誰だ、センターバック31歳、アンドレ・ラマルホとトレードでワット渡せと。ふざけるな、このオファーが通るとでも思ってんのか PSV 側は。拒絶。そしてトミー・ドイルがレンタル加入、なんと来ました、体調バグランツに。これで中盤激強になるんじゃないこれ。トミー・ドイル69、おいおい69で移籍金400万高すぎないか、普通か。まあでもこれで中盤かなり強化される。ワット、ドイル、ギルモアやばこの3人種、これで勝たなきゃ今シーズン話にならないぞ。で今シーズンは結構補強をマジでやっていきたいんで、将来的なことも考えたら早めに出した方がいい選手何人かいるんだよね。まずドン・ヤンフェン、まあ、ドン・ヤンフェンはもう覚えてないけどトレードで入ってきたんだよね。4部3部の頃は即戦力っていうか主力選手として頑張ってくれたけど、この先って考えたら厳しくなるんで移籍リストに追加で、カランバイはまだまだやれる。カーギルが、カーギルどうだろうな、まあ一応もうちょっと様子見するか。ニューマンワンチャンレンタル一回出してもいいかもしんないな。ニューマンちょレンタルリストに入れてみよう。でカーク、カークもこれ移籍リスト入りですね。こうなるとセンターバックの補強めちゃくちゃ重要になってくるな。で、これスタンリー・ホッチス。ホッチスもね、最初めちゃくちゃ期待してたんだけど、この選手も移籍リストに入れよう。やっぱ背番号ついてないとダメだわ。なので次回はですね、センターバックの位置を2人ぐらい補強できればなと思います。それさえ補強できれば、今シーズン、この夏の移籍市場の補強は終わりかな。うわぁ、マジで初期メンツ減ってきたなぁ。というわけで次は、カラバオカップか。リンカンシティ戦3部だろう。というわけでカラバオカップ1回戦、リンカンシティ戦。キーパーはパーラでいきますって。4バック、吉富、アレックス・フェルナンデス、ニューマン、フレデリクセン。で、アンカー・ワットで、前にギルモアとドイル。この3人。この中盤3人。やばい。で、トップ下はソープで、2トップはレコとルイスでいきます。ちょっとメンバー本気すぎちゃったかな。これで勝てなかったら笑える。カラバオカップ1回戦、リンカンシティ戦。力の差を見せつけてやら。レベルが違うっていうことをね教えてやんないと。さあソープ、ギルモア、ドイル、この距離から狙っていく。もうどこからでも狙えるわ中盤の選手だったら。おギルモアカット、ソープ、んーレコの位置を見てるが来たんじゃない、レコー、んー早速取る。前半12分、アシストルイス、ゴールレコ、ハンターとダン、ルイスとレコ、いいねこの2人のコンビ。どっちが今シーズン結果出すか楽しみだな。よし早速先制点取りました。これはすぐに点取らないと、もう出してるメンツがさ相手とレベル違えから、ちょっとリンカンシティかわいそうかなと思っても。よしギルモア、おいこれは赤出るな、イエローか、
抜かれんな抜かれんな、タマ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 、やめろやめろやめろどう攻めようかな。ドイル、左のギルモア、ギルモア、はい、いやーマジで何も起こないのそれ。行かせるか、クロス上げられたがノープロブレム。さあギルモアからレコ、レコー、おい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 、ファールだろ今の。あー打てる打てるんだけど打ちたくない。ルイスー、よーし、ボール1個分ってとこか。うわークロス来てファーサイド、フレデリクセン、待て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 、危ない危ない危ない、ナイスパーラ。前半終了、1点しか取れてない。おいおい、レベルの違い見せるんじゃないのか。3部のクラブだぞ、レベルが違うんだぞ、うちらとかけた金も違う。ここワットカット、ギルモア、フレデリクセン、中央、ルイス、レコ、レコ一人で打ってほしいな。いや、ここはソープ、おー入った2点目決まりました、まさかの形だけどソープが決めた、ロード2世。走ってるの見えたからな。いやでもなかなか難しいぞこれああ後ろからのボール平気でシュートすんの、ソープ半端ないって。絶対1点も取らせねえ、ナイス、来た、ドイル、ルイス、ドイル、いやーファールです。もう一回ルイス、来たんじゃない、あー惜しい、荒いぞ、さっきからファールばっか犯しやがって。ギルモア疲れてるんで下げましょう。ローサ入れます。でソープも下げてロートかな、ルイス下げてコルベヌ、3人一気に変えます。お疲れロード、ちょっと先輩として見せてやれ、ソープに。待て、タマ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 、やられた1点もやられちゃいけない試合なのにやられてしまいました、リンカンシティ相手に。ニューマンの裏を突かれてしまった、クソ、これだけ強いメンツ出してんのにやられるか。1点、ローサ逆サイド完璧なパス、フレデリクセン、ちょっとその後のパスが良くないな、これはもらう、来たんじゃないロード、うんー完璧ー。やはりロードはまだまだ活躍できる、今シーズンも主力かな。でこれまたレコがアシストだ、行かせない、あーちょっとそこそこ、怖っ、押されてる。試合終了3対1、まあ、勝って当然の試合ですねこれは。ただもうちょっとやれた、せっかくね強い選手だけ出してるんで、今回はもうちょっとやれたかな。でこの試合レコ1ゴール2アシストだね、いいね、やるね、全部ゴールに絡んでますわレコ、毎試合こんだけやってほしい。もうあとね中盤の、まあ、ドイル、ギルモア、ワット、この3人ちょっとあんまり今回の試合守備面では見せてなかったけど、こっから先ですね、3人で連携取ってもらって中盤をがっちり固めて今シーズンは失点数減らそうぜ、まあ、もちろんね守備に関しては後ろの4枚も大事になってくるけど中盤も大事になってくるから固めよう。ここはFor